爪切れた切れてない、あのさ、その猫に、猫のね爪切りを失敗してるって話なんだけど、その原因としてさ、あのまあ嫌がるのもそうなんだけどさ、なんか爪がこう、あ、ちょっと手が見えきらない、こっちもうちょっとやって、こう爪があるとするじゃん、これね。で、こう先っちょの方切ればいいんだけど、だからその先の方神経通ってないんだって。だから痛くないから大丈夫って言われてるから、先っちょをチョキンって切ろうとしたら、もううちの猫、なんか、ニャインみたいな、もうめちゃめちゃ痛い反応して吹き飛ぶのよ。痛いみたいな。ごめんごめんごめんってなるので、でも、そのブリーダーの人に連絡したら、いや、絶対痛くないよ、それって言うから、へえー、みたいな。痛い演技してくるんだけど、いや血出ない、いや本当にね、本当の先っちょ切っただけなの、だから痛くもないはずなんだけど吹き飛んだわ。あとね、ブリーダーさんがやって見せてくれる時、パチン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 ってすぐやるんだけど、私ねはってやってるから、そのが猫を不安にさせるんだと思います。というわけでツイートしました。うん、いや、そう、その遅いのが嫌なんだろうなっていうイメージがあります。